皆さんこんにちは。令和2年予備試験論文式試験分析会、憲法を始めさせていただきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。まず予備試験論文受けた方お疲れ様でした。結果気になるところだと思いますけど、まずはしっかり実行自身の再現答案を作って、分析していくといいと思います。あと受けられてない方もですね、来年以降、予備あるいはローあるいは司法試験受けられると思います、ね、この問題結構いい問題ですのでぜひ検討して、いきましょう。で、簡単に言うとですね、皆さん問題文ざっと検討していただいたと思うんですけど、これ要するに、被害者への報道が過熱しているから、報道関係者がまず被害者に直接接触して取材とか取材目的での接触、メールとか電話を含む、これを同意がないとダメにしたんですね。で、同意が得る期間を一元化、行政みたいなものを一元化した、そういう問題であります。で、これなんですけど、まず憲法で考えなきゃいけない、人権で考えなきゃいけないのは何の権利が制約されています。まず何の権利か、これもう報道機関の取材の自由ですよね。だからまず権利性の設定として、ちょっと板書も使いますけど、まず第一権利性として、これ取材の自由が制約されているんだ。で、取材のために接触する自由なんかも入ってるんですけど、とりあえず取材の自由としていきましょう。で、この取材の自由って憲法にありますか？憲法の文言には少なくともないですね。憲法21条1項で書いているのは表現の自由だから、表現の自由から取材の自由があることを導いていかなきゃいけない。これ民法とか刑法とかと同じく、ただの法律の解釈です。憲法も法律だってことを忘れないでください。なので、これが表現の自由から導き出せることを論証しなければならない。ただこれ博多駅テレビフィルム事件の規範を貼り付ければいいだろう。ここは事件を使って、で、判例は十分尊重に値するって言ってるけど、はっきり権利だって言った方がいいですよね。なので、もう権利だと。と言い切ってあげましょう。じゃあその次に何を論じますか？で、その次に考えなきゃいけないのは、これ3段階審査とか二重の基準論とかそういう話じゃなくて、一般的な話なんだけど、この取材の自由が制約されているかという問題です。ここで帰ろうと思った人いますよね。そんなの当たり前じゃないか。いや、本当ですか？取材の自由制約あります？だって取材って任意ですよね。そもそも被害者の同意がなければ取材ってできないんじゃないですか。これ同意必要だとしても、もともとね、被害者がやだやだって言ったら取材できないから、権利侵害ないと言えなくないですか？権利侵害ないと言えるかもしれない。私はそこが実はポイントだと思ってます。なので、次に本当に権利制約あるのか。これが権利侵害があるのか結構ポイントです。実はね、これが問題になる事例ってたくさんあります。憲法で本当にプライバシー権侵害なの、本当に名誉権侵害なの、あるのってのがあります。で、これなんですけど、本文の仕組みは何かというと、同意得る機会を一元化してるんですね。一元化し、同意ないと取材不可。で、この同意ないと取材不可ってところに飛びついちゃって、極めて強い権利制約であると言ってしまったら、私はね、それは良くないと思います。もちろん何か説明をして極めて強い権利制約があるというのはいいですよ。じゃあここどうクリアしましょうか。で、これね、皆様方ぜひ想像力を働かせてください。
マスコミ、まあテレビでもいいですし、新聞でもいいですし、何でもいいんですけど、取材する人って結構巧妙なこと言いそうじゃないですか。なんか口でいろんなこと言ったりね。まあもう警察の捜査と一緒ですよ。いろんなことを言って巧妙な話術で何かを引き出す。西山記者事件じゃないですけどね。そういった機会を奪ってるんじゃないか、そう考えられるわけです。とするとこんな感じで書く。同意ないと取材不可で、問題意識としてはそもそも取材は任意ではないのか、権利制約はあるのかという話。ただこれ取材するにあたりマスコミの説得で取材できることありますね。このあたりをね、かければ結構ね、点数伸びると思います。たとえ採点実感とかにないとしても、私いろんな答案見てるんですけど、やっぱり考えて正しいことを書けば点数伸びます、憲法。で、取材は、まあ、社会の隠されたこととか、情報を取得する営みだ。ということは、やっぱりマスコミが直接被害者に接触をして説得ないし、説得とかをね、するのも、これ報道の自由の一環なんじゃないかと言えれば、制約があります。直接接触し、直接接触し、説得することも保護すべき。ここまで言うと権利制約があると言えます。よろしいでしょうか。じゃあ、ここからね、もちろん生で比較考量で法令の違憲性考えてもいいんだけど、何か審査基準立てた方がいいですね。で、足部先生流の考え方は、制約対応と権利の性質で審査基準決めます。第3審査基準ね。制約対応と権利の性質で決めていく。じゃあ制約対応、これいろいろ書く事情ありますよね。で、今の予備試験って使えない事情っていうのは少ないので、いろいろ使っていてください。で、まず、制約対象とか権利性質からいきましょう。権利の性質、まあこれ取材っていうのは当然報道の前提で、で国民の知る権利にも奉仕するし、で、憲法だからね、やっぱり民主政治とかそういったことに絡めると点数伸びますよね。なので、これ民衆の意思決定の前提を与えるものなんですね。だからそこを書ければいい。意思決定の前提を与えるということで、
で、これ民主主義に資するみたいに書ければいいでしょう。民主主義に資する。まあ、重要だって言えます。じゃあ次ですね、制約対応を考えてみましょう。制約対応、まず一つ目、これかなり問題文でアピールされてますけど、直罰ではない。これが挙げられます。直罰ってわかります？直罰ってのは違反行為があるとすぐに刑罰を科す、そういう法の仕組みを直罰と言います。今回直罰ではなくて、違反があると是正命令を出して、それに違反すると処罰されるっていうことになってるんですね。直罰ではないので、これ緩やか、直罰よりは緩やかな規制ということになります。あとですね、被害者の同意や、あと被害者側からの介助の制度が認められている、一律じゃないんだ、こういう制度もあるよってことが言えます。あと一応適正手続きも踏まれている。その一方で同意等がなければ、同意解除なければ、取材も接触もできない。取材接触は一切不可になっています。で、制約対応として直罰ではないから適正手続きが踏まれていることまでは、これ緩やかな方向に動く事情で、これ制約対応が厳しいっていう方向に動く事情ですね。このプラスの事情もマイナスの事情も全部拾ってください。そしてできれば全部拾って評価をしてください。直罰ではないから比較的緩やかな規制、緩やかも評価ですよこれ。で、これまとめるとどうですかね。まあここは完全に感覚的な問題なんですけど、中程度の規制と言えましょう。で、これ厳しい制約だって言いたかったら一切不可を重視してください。一方緩やかだって言いたかったらこっちを強調してください。どちらでもいいです。で、非常に重要な権利で、あと制約対応、中程度の制約です。あ、忘れてました。あと今回は相手がいるので、被害者側のこともちょっと考慮しなきゃいけないですね。で、被害者側のことどこで考慮するか、意見審査基準で考慮してもいいです、反対利益として。あとは当てはめ、立法目的とか立法手段のところで考えてもいいです。どこかに入れてください。で、今回は被害者側の事情はこれ立法目的で考慮することにしましょう。ただ審査基準に反映させてもいいです。で、ここで、まあ、重要な権利だけど中程度の制約だから LRA ぐらいの基準にしておきましょうか。目的が重要で他に選びうる、より緩やかな手段があれば違憲、なければ合憲です。で、目的のところにここで被害者のことをがっつり書きましょう。目的は被害者をメディアスクラムから防止する。スクラムから守ることですね。
で、ここの評価でこの被害者の権利っていうのを入れてやると非常に説得的になります。例えばですね、憲法の問題文から引っ張ってきていいんですけど、取材活動の対象が犯罪被害者及びその家族となる場合、それらのものについて何の落ち度もなく悲嘆の極みというべき状況にあること、被害者側ですからね、当然被害者っていうのは落ち度もなくともない、で問題文の表現を借りるなら悲嘆の極み、そのような状況の被害者、マルヒって書きますね、マルヒの生活を乱す、で憲法なんで13条なんか出しちゃいましょうか。これはまさに人格権侵害とも呼ぶべき状況だみたいなことね、ちょっとかっこよく書いて、人格権括弧13条3章みたいに書いてね、で憲法の条文に由来する権利を守れていたら、重要と言わざるを得ないかなってなりますね。だから重要だってやります。でこれ合憲にしてもいいし違憲にしてもいいです。合憲にしたかったら、でも被害者の生活状況を乱さないためにはやっぱり接触をこのように制限するしかないって言ったら合憲になります。でこれ例えばね、違憲にしたかったらこんな感じ。これって別に取材の可の方法とかを、時場所方法を規制すればよい。そんな一切全部同意にするんじゃなくてね、時場所方法の規制で足りるので、時場所方法を適切に規制すれば足りるとすると合憲になります。規制すれば足りるとなると違憲ね。これ他に選べるより緩やかな手段があるから、こうすると違憲になります。でこれ合憲にしたければ、合憲にするならばこのような被害者の生活を守るためにはこれしかないんだと。これしかないということで、書いていけばいいです。一つの筋ですよ。憲法っていろんな考え方あります、いろんな正解ありますので、一つの流れとして私だったらこんなふうに答案構成して書くなってのをご紹介しました。でもう一個ね、レックの回答のポイントは明確性の原則や漠然性ゆえに無効、これを論じなさいと書いてあります。で私だったらね、それ時間不足で書かないと思います。書かないと判断を私だったら個人的にします。それよりこっちの人権論を厚く書きたい。でも一応明確性の原則とか漠然ゆえに無効の法理は一応問題になります。で明確性の原則と漠然ゆえに無効の法理、これ同じだという考え方と違うという考え方がありますが、ちょっと今日はそこは時間の関係上触れることができません。とりあえず同じだと考えておいてください。で何が問題でしょうか、明確性の原則だと。ちょっとね、問題文から探し取ってください。明確性の原則、これ問題になるって言われて、って思った方もいらっしゃると思うんですよ。これね、この法律の内容の文言ですよね。やっぱり文言を明確性の原則だからちゃんと見ていかなきゃいけないんですけど、この憲法の問題の3段落目、具体的にまず犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為を犯罪等とし、犯罪わかるけど、準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為ってなんだ、これ一つ疑問。
犯罪等により害を被った者及びその家族または遺族、まあ、これは明確ですね。犯罪被害者と、これはいいでしょう。とした上で、報道を業とする者、個人を含む以下報道関係者、若干不明確なのはあるんだけど、これぐらいだったら まだいい、まだ明確だという、の取材活動について、これ、犯罪被害者等に対して取材及び取材目的での接触、自宅勤務先等への訪問、電話、ファックス、メール、手紙、外出等の接近等を行うこと、以下取材等を禁止する。この取材等も、まあ、すべての接触って言いたいんだけど、若干不明確だし、あとね、まあ、取材目的の接触とそれ以外の接触を本当に分けられるかという問題、一応ある。ただ判例の傾向だと、これぐらいの文言だと明確って言ってしまうでしょうね。だから書くなら、徳島市公安条例事件の規範を使っていただいて、まあ、明確だってやってやればいいってことになります。よろしいでしょうか。でちょっとレックの回答例も見ておきます。第一、報道関係者が行う取材等を禁止する本件立法は憲法21条1項に違反し違憲ではないか。で、博多駅事件の規範、これ書いてください。もちろんこの通りじゃなくてもいいですよ。一言一句じゃなくていいけど、やっぱりこれは書きたい。博多駅事件は報道事件、報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、まず報道の自由を認めますね。報道の自由は表現の自由を規定した21条の保障のもとにある。で、報道の機関の報道が正しい内容を持つためには、報道の自由とともに報道のための取材の自由も21条の精神に照らし十分尊重に値する。こう言わなきゃいけないですね。で、ただ十分尊重に値するという、ちょっと待ってください。いいのか。十分尊重に値するという文言は若干不明確なので、これね、保証されるって言ってもいいですよ。私だったら保証されると書きます。ただ判例の文言は十分尊重に値するです。はい、じゃあ次いきます。でこの点、上記判例の取材の自由に対する判事は明確ではないが、報道は取材、編集、発表という一連の行為からなるため、取材は報道の不可欠の前提。まあ、これも書ければ書いてくださいね。取材は報道の不可欠の前提、取材編集発表という一連の行為、そうだとすれば取材の自由を保障しなければ報道の自由の保障は達成されないから、取材の自由も21条によって保障される。 もっとコンパクトでもいいですけど、とにかく取材の自由を導いてください。そこね、最低限書けないと合格ラインに乗るどころじゃない。でここ書いて、さらにもうちょっと突っ込めて書けたら合格ラインに乗ります。で2、本件において取材等中止命令及びその違反による処罰は、取材に同意しない犯罪被害者等への取材等の制限に過ぎず、同意がある場合や犯罪被害者、事件の目撃者への取材といった他の手段による取材は否定されないため、これマークしましょう。取材の自由に対する制約はないとも考える。この答案例書いた人ね、非常によくてちゃんと気づいてます。取材の自由に対する制約ないって可能性があるんですよ。でさらにもっとちゃんと説明するんだったら、そもそも被害者への取材というのは被害者の承諾を得て行われるものである。ここまで書いちゃったら分かりやすいですね。そこまで書いてしまってもいいです。分かりやすい方がいいです。でもしかし、犯罪被害者とはいわば事件の当事者であって、そのようなものへの取材は報道において重要な意義を有する。でこれちょっとね、説明不足ですね。そもそも被害者も承諾を得ないと取材できないんだから、そのためそのようなものへの取材は報道において重要な意義を有する。でここで、そのため犯罪被害者等への、あ、ここか、有するの後に入れましょうか。とすれば、犯罪被害者等に直接接触して、取材交渉を図ること自体も重要である。だから取材交渉できないこと自体も取材の自由の制約になってるんだって言えればいいですね。
で、こんな感じで書いてください。で、第2文面審査、これも読み上げませんけど、こんな感じで徳島市公安条例事件書いて、書いてやるっていう感じになります。ただ、やっぱりね、どこが不明確なのかっていうのをもうちょっとはっきり書いた方がいいと思いますね、この答案で。例えば、接触等ってよくわからないとか、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼすってよくわからないとか、そういうのを書いていってください。いいでしょうか。じゃあ次ね、第3適用審査です。この適用審査っていうのは、こういう用語法で適用意見を言ってるわけではありません。あくまで法令意見の審査です。こういった用語法を使う学者の先生がいらっしゃいます。1括弧1、取材活動はその対応も多種多様であり、取材対象者の私生活の平穏の実現等というような憲法上の要請があるときはある程度の制約を受ける。で、括弧2で、取材の自由は重要だよ。自己の思想及び人格を形成発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において書くことのできないものであり、また、やっぱりこれ民主主義、これ触れたいですね。民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実行あらものた楽しめるためにも必要であり、重要な権利。でも、括弧3で、これ、取材はあくまで報道よりは弱い。これは言っていいですね。取材の自由の憲法上の保障の程度は弱い。さらに、段階的な制約で制約の程度は強くない。これ、直罰じゃないっていうところ。このさらにの段落は直罰ではない。で、括弧4、従って本件立法による取材活動の制限は立法目的が重要であり、目的と手段の間に実質的な関連性がない限り違憲、厳格な合理性の基準。で、この答案例も立法目的で被害者の保護を謳ってます。本件立法の目的は犯罪被害者等に対する取材活動を制限することによって、何度落ちともなく悲嘆の極みというべき状況にあることも多い犯罪被害者等の私生活の辺を確保する。重要だ。で、確かにメディアスクラムが発生することない、こんな法律を作れば。で、目的達成に役立つし、さらに捜査機関に対して問い合わせをして同意の有無を確認できるし、取材活動が過度に萎縮することはない。取材等中止命令の解除を犯罪被害者とは申し出ることができるため、事後的な本意の機会は与えられており、過剰な制約はない。ここすごくいいです。事実を適時して当てはめができているということになります。で、過去さん、しかし本件立法の仕組みでは、メディアスクラムとか発生しない場合も全部一律に禁止している、過剰な手段だ。あと、本件立法の仕組みでは、同意は報道機関ごとに取材を受けるか受けないか、0か100かを選べるに過ぎないが、各報道機関による犯罪被害者等に対する接触の方法や場所、日時を限定する方法によることや、犯罪被害者等が取材拒否の意思を表明した場合には、取材をすることができなくなるといったような措置によれば、メディアスクラム等が発生し、被害者との私生活の平穏が害されるような事態が発生することを十分に防止できる。で、これなんですけど、実質的関連性の基準の中に LRA みたいなことを読み込む考え方があるんですね。おそらくこの答案例はそうなんですよ。なので、これは要するにより緩やかな手段があるって言ってる箇所なんです。だから、実質的関連性と LRA の間のような基準を使っていると考えてください。なので、より緩やかな手段があるって検討して意見にしています。こういった考え方もあります。実質的、この回答例は、実質的関連性は、実質的関連性の中に、中で LRA を読み込む考えか。こういった答案例になっています。で、もうすぐね、あと30秒ぐらいしかないんですけど、こんな感じで答案を書いていけばよかったということになります。で、一応合格ラインとしては、博多駅テレビフィルム事件使って取材の字を書いた上で、一応ちゃんと答案になってる。要するに、権利制約とかも言えて、審査基準立てられて、きちんと当てはめができれば合格ラインになります。で、その当てはめのうまさとか、あと当てはめの事情の拾い方、評価の仕方、さらには権利制約があるかどうかについて深く突っ込めて書けたか、あるいは明確性まで言及できたか、そういったところで点数がさらに伸びたり伸びなかったり決まってくる、そういった問題だったと考えられます。ぜひですね、この分析会を生かしてですね、皆様方、どんどん法律の力伸ばしていってください。予備合格しても次司法試験ありますし、次予備受ける方もね、ぜひ頑張ってください。それでは、
令和2年度分析会憲法は以上にいたします。お疲れ様でした。